ブラック企業をなくすための方法、いい案が思いついたので発表してもいいですか。はい、お願いします。ここって結構揉みどころあったなと思っていて。どうもこんにちは、新代理メンバーのすずです。本日の動画は最強 GD の動画になっております。この時期秋冬インターンの選考が始まってきて、グルディスでどういう立ち回りをしたらいいのかわからないという方に向けて、面接官の方がどういう評価をしているのかなどを見ていただけたらと思います。ということで本日参加してくれる学生の方、自己紹介をお願いします。東京大学大学院修士1年生のまさきと申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。横浜国立大学経営学部3年のあかりと申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。日本大学経済学部経済学科3年のたくまと申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日面接官をしてくださるのはうずうずの岡本さんです。お願いします。うずうずの代表している岡本と申します。キャリエモンという就職活動の相談が無料匿名で何でもできるというサービスをやっていて、私も直接回答しているので、何か悩みがあればいつでも投稿いただければなと思います。概要欄にあります。本日のお題を岡本さんから発表お願いします。はい、本日のグループディスカッションのお題はブラック企業をなくすための方法、こちらを考えて発表していただければなと思います。時間は20分間で考えていただいて、でその後に1分間で、どなたかまとめて発表していただければなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。旬ダイアリーではグルディスの必勝テンプレート模範解答シートをプレゼントしています。概要欄から受け取ってね。それでは20分間のグループディスカッションお願いいたします。お願いします。じゃあまず役割分担からしますか。はい、はい、タイムキーパーと初期と、はい、ファシリテーター何かやりたいものありますか。さらじゃあファシリテーター、はい、お願いします、はい、じゃあ初期よかったらやってもいいですか。はい、じゃあタイムキーパーをやります。はい、はい、お願いします。もしよろしかったら初期でなんかうまくまとめながら発表を、はい、担当してもらって。わかりました、やります、はい、お願いします、はい、そしたらじゃあいい議論にしていきましょう。はい、お願いします。まず前提と、まず前提の時間と、はい、前提の時間と現状分析とその課題で、最後に施策を考えるっていう4つのタームに分けてやっていきたいなと思うんですけど、いかがですか。はい、いいと思います。そしたら時間配分、タイムキーパーの方どうされます。最後にその施策の後に発表練習みたいな、まとめみたいな時間もあれば、はい、なるほど、5個でどうですか。はい、さあそうしていきましょう。はい、残り19分で、はい、前提確認4分、4分ぐらい、はい、現状分析3分、そうですね、課題設定3分、試作4分、はい、でまとめ4分とか。はい、わかりました。はい、じゃあそれでいきましょう。じゃあ早速やっていきましょう。はい、お願いします。前提確認なんですけど、まずブラック企業っていうのをどういう定義、定義付けするかっていうのについて話していきましょう。うん、はい、でまずブラック企業って言ったらなんかどういう定義が当てはまると思いますか。じゃあまずやっぱ労働時間が長いであったりとか、あとは、残業してもサービス残業みたいな、残業してもお金がもらえないみたいな企業だと思います。確かにそうですね、一番最初に浮かぶのがその労働時間が長いっていう、そうですね、私も時間とあとはまあ福利厚生っていう面も含めて自分がやってることに対して対価が支払われない、お金もそうですし何かしらのこう福利厚生とかそういったところも入るのかなって思いました。どうですか。確かに福利厚生っていうのは大事なキーになると思います。私の中だとなんか休日、ちゃんと休日があるかっていうのが結構重要になるかなと考えてます。なるほど。他になんかこういう定義が当てはまるんじゃないかっていうのあったりします。ちょっとまあ難しいと思うんですけど、まあ、どれぐらい、毎日働いててもいいっていう人もいると思うので、うん、そうなんですよね。そうなんです。人によって基準が違うと思うんですけど、うん、ただ一般的なのは今言ったような感じですよね。はい、そしたら定義ここら辺にしといて次に進みますか。うん、はい、あ、1個確認したいのがブラック企業をなくすためにあって、これ私たちどういう立場なのかなっていうのが気になっていて、はい、一つの企業なのか、それとあ自分自社のこう、あ、この文脈だとちょっと違うかもしれないですけど、自社のブラック企業っぷりをなくすのか、はい、それとも社会のをなくすのかっていう、どういった点で見られてましたか。政府にします。そうです、政府の政策っていうことにしましょう。わ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、じゃあ次進んでよろしいですか。はい、お願いします。ただ時間余ってるんですけど、はい、はい、次じゃあ現状分析っていうのをやっていきたいんですけど、はい、じゃあ現状ブラック企業っていうか、その労働時間だったりサービス残業ってどのくらいあると思いますか。サービス残業をしている企業ってことですかね。はいはい、
どうですか？かなり減ってきてるっていう話は聞いてます。そうですね、社会の風潮的には変わってるんですけれども、私が問題だなと思うのは、こういったこと問題になっていて、じゃあ直そうって思ってるけど、結構形式的になっているところが多いんじゃないかなというふうに思っていて、よく話を聞くのが、例えば残業時間月何時間にしましょうって言ってるけど、結局タイムカードをして家でやっちゃってるみたいなのもあるのかなというふうに思いますね。それはありますね、うん、家で持ち帰ってやっちゃう人っていうのは未だに多いかなと思います、うん、あと何ですか、労働、なんかよく聞くのが、日付が変わるまで仕事をする会社が未だにあるっていうお話を聞いたことあります、ね、うん、特にコンサルとかだったり、うん、M&A とか、うん、はい、あ、そうですね、確かに、ごめんなさい、ちょっと前提確認に戻ってしまうんですけど、対象の企業っていうのは業種とか絞らず、はい、もう社会全体っていうので認識合ってますか？そうですね、そうです、企業全般的に分かりました、ましょう、はい、ありがとうございます。他に何かこういう現状があるんじゃないかってあったりします？実際のことじゃないとダメですもんね、なんか、なんとなく何割ぐらいとか、でもイメージとかでもいいと思います。なんか私の中だと、なんか週休2日制って言っても、実際なんか週6日働いてる人っていう中にもいるのかなというふうに思ったりします。週休2日制を歌ってる会社でも、はい、うん、それはなんでだと思いますか？どういう、そうですね、本人たちが自主的にやってるのか、それとも会社からのなんかプロジェクトが終わらなくて、あ、なるほど、つい週6日働いてしまうみたいなところあったりするのかなと思います。なるほど、なるほど、そうですね、じゃあまとめると、なんか自分の意見になってしまって恐縮ですが、やっぱり週休とか残業時間とか決めていても、それが分かっていても、どうしてもやらざるを得ないっていう状況が結構現状じゃないかっていう感じですかね。そうですね、はい、なるほど。多分今の時代もなんかあからさまなブラック企業みたいなのは多分ないと思って、そうですね、はい、何かしらやろうとしているけど、それがうまくいっていない、仕方ないみたいな、うん、そういう風潮、仕事内容的に、うんうんうん、業務委託とかだとクライアントを待たせたりするので、そういった面ではやっぱどうしても残業だったり週休、あの週6日勤務するってことが日常的になってしまうのかなと思ったりします。なるほど。今4分経過で、一応前提確認の時間が設定した時間が終わりです、うん、ありがとうございます、はい、それでは次に行きますか。はい、現状分析が今進めてるとこですよね、はい、なんかもうちょっと具体的な方が課題設定しやすいのかなと思っていて、はい、そしたらまだ さっき前提で、はいはい、あの福利厚生っていうのが出たんですけど、はいはい、ここがまだ現状っていうのを確認できていないの で、ね、ここをもう少し確認したいなと思うんですけど、なるほど、そういう目線 OK です。福利厚生のところなんですけど、福利厚生がない企業がブラック企業っていうふうに考えて、いや、そうではないですね。すみません、福利厚生って言い方がちょっと違うかなと思ったんですけど、私からしてみたら、例えば女性の社員が多いにもかかわらず育休の制度が整っていない、あるいは育休の制度があるけど形骸化してしまっているっていうのが、ブラック企業っていうよりかはやっぱちょっと働いてる側からしたら働きにくい環境なのかなっていうふうに思いました。こういう案しか出てこなかったんですけど、ちょっと他に何かあったら。そうなんか福利厚生って言い方がちょっとあれだったんですけど、要は労働時間以外のところで何かあるんじゃないかなって思っての発言だったんですが、はい、働くことばっかりにコミットさせてしまってるのが現状ってことですね。そうですね、ライフワークバランスがないみたいな、うん、そんな感じだと思います、ね、はい、うん、さあ現状としては福利厚生っていうのはあっても、それを使えるような環境にないっていうことですか？はい、あ、そう、おっしゃる通りだと思います、はい、したら現状確認はこのくらいにしておきますか、うん、はいはい、それでは次に、あと先ほど、はい、誰かが申し上げてた、結局家に帰って仕事をしてしまうみたいなところも多分追いついてないかもしれないですけど、うん、そうですね、まあ、書いた方がいいと思います。この追加でじゃあ記入しておきましょう。オッケーです。ありがとうございます。ちょっと書くのに時間かかるんで、まあ、まとめときますか。はい、お願いしてもいいですか。じゃあ次、課題設定の方に先、2人で進んじゃいます。
あ、もう多分大丈夫なんです、はい、進めちゃって大丈夫です、はい、ありがとうございます。さあ時間配分大丈夫ですか？あの時間は、11分、あ、ちょうどいい感じですね。ちょうどいい感じですね、はい、したら課題設定、はい、で課題設定、じゃあこの今現状で出たあの3つのこの現状に対する課題っていうのを出していきたいなと思うんですけど、これなんかあったりします？課題何かなって浮かんだりしたりしました？まず一つずつ考えていきますか？そしたら、はい、条件を設定しても仕事が見合わずに結局超えてしまっている。一つ考えたのは、はい、その仕事量が見合わないっていうことなので、もうその会社の方の上の立場の人がやるしかないんですけど、はいはい、ちゃんと時間内にできる量の仕事を受けるだったり、期間を設定する、締め切りを設定するっていう、まあ、視点が国目線なので、そういった指令を、法令を企業に出すっていうことが考えれば、それ施策だ、施策ですね、課題だから、はい、課題だから、なんでそれができていないかっていうところですね。理想のところ、理想ってどういうことだと思いますか？あるべき姿みたいなところ。理想、そうですね、なんか今多分言ってくださったのが近いのかなと思っていて、まあ、理想、まあ、課題的な言い方をすると、はい、できない、時間内にできない量の仕事を受けてしまっている、できない期間で仕事量を受けてしまっているっていうところだと思います。なるほど、できない期間で決まった時間では終えられない仕事量を任されているって感じですか？受けちゃってる、受けてる側が悪いと思います。多分普通の仕事時間、一般的な8時間とかで終わる量の仕事よりももっと多く受けてる企業がいるので、周りの企業も多分こう競争的に受けなきゃいけないみたいな風潮があると思うので、国がそこは、ここは国が管理できていないっていうのが課題っていう感じですか？はい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 、ありがとうございます。それは次、仕事を家に持ち帰ってしまっているという点なんですけど、ここもなんか会社がうまく管理しないで、その持ち帰れるようにしてしまっているっていうのが課題なのかなと思います。こういう認識で合ってますかね？はい、あとこれもさっきのと同じだと思うんですけど、結局持ち帰んなきゃ終わらないぐらいの仕事を任されているっていうことだ、そうですね、私もそう思ってて、1番と2番分けて帰ってしまったんですけど、結局1番の結果に2番になってるので、はい、まあ、若干似てるかなっていうふうに思いますね、はい、課題設定残り1分です、はい、はい、それは最後、福利厚生ですね、うん、制度があったとしても使える環境にないという点なんですけど、なんか意見あったりします？そうですね、やっぱ、あ、どうぞ、すいません、どうぞじゃあ、お願いします。まあ、考えやすいのは先ほどあかりさんが言ってた、あの育休、産休だったりとかだと思います、うん、っていう、それだけです。ありがとうございます。そしたら育休と産休っていうのがうまく取れないっていうのが課題っていう感じですかね？そうですね、かもっと深掘りするならば、そういったよく聞くのはできてるけれども、それがやっぱりまだ一般的になっていないっていう、人の意識のところを変えなきゃいけないっていうところですごく具体的になってしまうんですけど、そういう人材育成だったりとかっていうところも重要になってくるのかなっていうふうに思いますね。ありがとうございます。そしたら人材育成っていうのも一つの課題として入ってくるって感じですかね？課題として人材育成、人材育成がなっていないっていうことですか？なんかありますか、引っかかるところとか？いや、単純にちょっと人材育成が課題っていうのがちょっとピンとこなくて。ああ、なるほどなるほど。なんだろう、人材育成が課題、意識を変えたいっていうのが私の中で理想があって、そうですね、まあ、それの施策になっちゃいますね、確かに。例えば、はい、いや、なるほどです。どうしても施策の方になっちゃうので。あ、なるほど、はい、あ、じゃあ施策の方いきますか？あ、時間的には、はい、時間ですか？はい、じゃあ施策の方いきましょう、はい、お願いします。で、まず決まった時間に終わらない量の仕事を受け、てしまっているという点の施策を考えていきたいなと思うんですけど、なんか考え、意見があったりしますか？そうですね、私これ2つの見方があると思ってて、1つはさっき、あの、自分の要はスキルとかに合っていないのを受けてしまっているこっち側と、あともう1つはその仕事のそもそもの効率化っていう面があるのかなっていうふうに思っています、はい、っていうところなので、そのどっちかにアプローチするのがいいんじゃないかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。
これ施策を行うのは国、政府が行う。そうですね、はい、っていう前提ですね。なので先ほどその赤井さんが言った2つで言うと、はい、法律はどっちかといえば企業がやることなのかなと思ってて、あ、なるほど、確かにそうですね、うん、なので、もう一個の方は何て言いましたっけ、受ける側のあれですね、その要はスキルに見合った、でもそれもちょっと国が関与するっていうのは難しいですよね。なんかしたら国が一括して人材育成っていうプログラムを考えるみたいなやっていけば、要するになんかスキルが上がれば仕事の効率化っていうのも促すことができると思うので、この政府がなんていうんですかね、人材育成のプログラムを立てるっていうのもありなのかなって思ったりします。あ、じゃあ人を育てるっていう方に重点的に。そうですね、なんか、そうですね、なるほど。あともう一個考えたのは、もうそもそも例えば社員の方が国にそういう相談できる労働、労基みたいな感じなんですけど、そこで、実際にその残業している、仕事量に合わず残業されしているってことを証明できたら、お金もらえるみたいな、のをすれば、会社側もその会社側がお金を払うようにすれば、会社側も無理のない仕事量を受けるようになるのかなと思います、思いました。その受けすぎた人のサポートみたいなのを国側がするっていう感じで、なるほど、サポートしてくれるような機関を作る、労基に近いと思うんですけど、なるほど、労基よりももっとフラットに聞けるような、なるほど、労働者の支援をするっていう感じですか、はい、ありがとうございます。残り1分です。はい、それ最後、福利厚生ですかね。そうですね、そうですね、1、2が似たような内容なので、はい、なんか1つ考え、いい案が思いついたので発表してもいいですか。お願いします。福利厚生っていうのをその提示する場合は絶対にその消化するっていうか、達成するっていうのを前提で、もう福利厚生っていうのをその労働者側に提示するっていうやり方、方針にした方がいいのかなと思ったりします。具体的にどうか。わかりました。例えばじゃあ育休30日取るとするじゃないですか、したらその提示したなら絶対30日は取らせるようにするルールをつけた方がいいんじゃないかなと思いました。もう募集の段階で、採用の段階で提示してってことですよね。そうですね、提示したものは必ず達成するっていうのを組み込めば、福利厚生っていうのはそのなんていうんですかね、消化されずに終わるってことはないのかなと思ったりします。なるほど、じゃあもう本当に採用の段階からもうこれをやりますやりますやりますって言って、それをきちんと消化できるっていうシステムを作る、ね、はい、4分、あ、残り4分です、はい、残り4分です、ね、で、それはでも企業側のやることなのかなと思って、そしたらそれを企業にするような法令を作るっていう、そうですね、風な言い方で大丈夫ですか、はい、あ、なるほど、国が企業にその、この福利厚生っていうのを提示するときに絶対達成するように促してくださいみたいな、で例えば達成しなかった場合なんか罰則金、そうですね、企業にペナルティが来るように、なるほど、いいと思います、はい、じゃあちょっとまとめて、すいません初期が追いついてないんですけど、前提としては労働時間とか福利厚生っていったような働いた分のお金とかその分の対価みたいなのがきちんと支払われていないっていうブラック企業に対して、国目線から社会の企業全般に何かできることはないかっていうところを考えました、はい、で現状分析としては残業時間っていうところで仕事と時間が見合っていないっていう点と、残業、労働時間以外の福利厚生っていうところの形骸化が進んでいるっていうお話があって、そこで課題としてはまず前者に関しては決まった時間で終わらない量の仕事を受けてしまっている、それも国が管理できていない、あともう一つ福利厚生の方はそういったところの意識というか、やっぱり福利厚生っていう労働時間以外のところがまだ軽視されているっていう課題がありました。で施策に関しては労働時間のところは仕事を受ける人側のサポートとして、国主体でそういったところの相談場所、ちょっとこれもっといい言い方あったりしますか、相談場所というか、まあもうできない量の仕事をやら、任されてますっていう、でも相談というか、報告ですかね、報告する場所、報告制度、はい、なるほど、はい、当事者が報告する制度、はい、報告する制度を作るというところと、あとこの人材育成、最初にちょろっと言われてたのが、要はそのそもそも受ける側のこのスキルを伸ばすっていうところですね、人材育成プログラムみたいなのを国でやって、その国がちょっと保証すればみんなプログラム気軽に受けられるかなって思うので、ありがとうございます。じゃあこの制度2つがありました、はい、であとは、
福利厚生っていう労働時間以外のところは企業が採用段階で例えばこういった福利厚生がありますとか休日がありますっていう提示した条件をきちんと満たすことを義務にするっていう強い言い方しちゃったんですけど、はい、合ってますか、ね、いいと思います、はい、いいと思います。これが達成できなかったらペナルティを課すようにするっていうような感じでいいですかね。はい、なるほど、ありがとうございます。今のでなんかここ絶対強く言った方がいいとか発表の際に言ってほしいとことかありますか。そうですね、視点って言ってましたけどちょっと聞き逃しちゃったかもしれないですか。あ、言いました。はい、がやっぱ発表でも大事ですよね、言うの。まあそうですね、うん、いや多分言ってなかったかな、ちょっと感じでしたので。あ、そうですか、 OK です。あと1分あるんで発表の練習みたいなのが大事。はい、じゃあしときます。じゃあお願いします。はい、私たちはブラック企業を労働時間が長かったり福利厚生が形骸化してるっていうような働いた分の対価がきちんと支払われていないっていう企業を前提にし、これを国目線から社会のブラック企業、そうしたブラック企業をなくすっていうような施策を考えました。で、現状分析として私たちが考えた2つの視点が、まず残業時間などの労働時間が長い、仕事に見合っていないっていうところが現状としてある。もう一つは福利厚生っていうような残業時労働時間以外の働いた分の対価っていうところの制度が形骸化してしまっているっていう現状と課題を見つけました。それに対して労働時間に関してはまず仕事を受ける人側のサポートとして、当事者がこういった労働状況があるっていう報告する制度、場所を作ることと、その人のスキルそのものを上げるっていうような人材育成プログラムを設置する。また福利厚生に関しては採用段階できちんとそうしたものを提示した条件を満たすことを義務にするっていうようなところを考えました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうど1分だ。ちょうど1分。発表よろしくお願いします。はい、頑張ります。ありがとうございます。では1分間で発表お願いします。では発表させていただきます。私たちはブラック企業を労働時間や福利厚生といった働いた分の対価が支払われていないというような企業として、それを国目線で社会の業種問わず企業全般でそういったブラック企業をなくすというような前提をもとに施策を考えました。で、現状の課題として私たちが挙げた視点は2つで、1つが労働時間、こちらが上限を設定しても仕事量が見合わず結局超えてしまって家に持ち帰っているというような現状、もう一つがそれ以外の福利厚生っていったような制度自体があったとしても使える環境にないっていうところを課題として設定しました。で、この2つに対してまず前者に関しては労働時間は仕事を受ける人側のサポート、例えば当事者がこういう労働状況にありますっていうようなことを直接報告する制度と、あとは労働者側がもっと仕事を受けれるようなスキルの向上っていうような人材育成のプログラムの2つを考えました。で、もう一つの福利厚生っていうところは採用段階で提示した条件をきちんとそれを満たすっていうことの義務を課するっていうような施策を考えました。以上で発表終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。まず全体のフィードバックでいければと思うんですけれども、まあ、全体としてはとても良かったと思います。3人とも合格するんじゃないかなって思いました。どういうスケジュール組むかとか役割分担もしっかりされてそこに沿って進んでいて大枠として綺麗に進んでいったらいいなって思います。すごく良かったなっていうポイントが、グループディスカッションって周りとの調和とかをすごい大事にしなきゃいけないよねみたいなところがまず大前提としてあるんで、ここもうちょっと掘った方がいいんじゃないかなみたいなところを相手を否定しているって思われたら良くないなみたいな感じで踏み込めないグループディスカッションになってしまうことすごく多いなと思うんですけど、このチームはそういうことなくて、ここちょっと前提認識できなかったんでもうちょっといいですかとか、ここ足りないと思うんですけどっていうのを相手にネガティブな印象を与えない形でこう差し込めているっていう風な形で進んでいったのがすごくいいグループディスカッションだなっていう風に思いました。ここからさらにパワーアップするためっていう風なところなんですけど、イチャモンクラスな感じになるんですけれども、はい、このお題ってどういうお題なのかっていうと、ブラック企業をなくすための方法を考えましょうっていうところじゃないですか。っていう時にまず立場の話になったと思うんですよ。で、政府という立場になったの、私全然ありだなと思ったんですけど、私ここって結構揉みどころあったなと思っていて、そもそもブラック企業ってなんで生まれてるんでしょうねみたいなところがなかったんですよね。で、ブラック企業って国のせいでできてるんだったら政府の立場としてやるっていうのとかもあると思うんですけれども、そもそもブラック企業って今回の論点で言うと企業が基本的には悪いという労働者の立場の意見がすごく多かった気がするんですよ。でも労働って企業と働き手とそのルールを作っている国という、こう三者間で成り立っているというものなので、もっと立体的に見れる部分ってあったのかなとか、そういう話が最初にあったら
国が企業を規制すればするほどビジネスとして伸ばすってことが難しくなって、国際社会でのビジネスに勝てなくなって、そもそもブラック企業がなくなるというもっと手前のところで日本として民主主義で勝てなくなって生存できなくなっちゃうかもしれないよねとか、まあ、そういう対極的な視点で考えていけたらめちゃくちゃ素敵な議論にさらになれたんじゃないかなというふうに思って、でここの前提のところの部分とかは山崎さんとかが途中で入れてくれてたところがあって、毎日働いていいって人もいるよねみたいな視点の切り替え入れてくれた瞬間があったんですよ、はい、この時ってこういう企業がダメという確率的な視点から広げる一つのきっかけのパートだったなと思うんですけど、スッと全体としては行ってしまったことで論調が一つ決まってしまう。この限られた時間という中で絞るというのは基本的にはグループディスカッションにて私大正解だと思ってるんで、だから今回も皆さん合格だなっていうふうに思ったんですけど、イチャモンをつけるという意味でもっと言えるのであれば、ここの部分がこのお題においては結構多面的に捉えるということが本質的なのかなと私は思ったので、モアのポイントになります。なんか話を広げると議論進めるうちになんか進まなくなっていっちゃうんじゃないかなって思ったりしたんですけど、話を広げていく段階で過程をある程度決めてどんどん狭くしていくのか、そのまま広げていくのかっていう、どっちの方が10-0ではないかなと思ってて、そのタイミングタイミングの意思決定みたいなところなんですけど、政府で行きましょうって言った時もあったじゃないですか。あの時もノータイムで政府に決まったんですよ。例えばこの時とかに政府を選ぶ理由としては、企業に働きかける権力がある政府という立場で議論する方がブラック企業をなくすという目的に沿った立場として一番ゴール達成に近づくんじゃないと思うので、これでいいと思うんですが、どうでしょうか。例えばこの一言あるだけでだいぶ変わるんですよね、みたいなところをファシリテーターとして進めるときにコーディネートしていけたら、広げてないけれどもちゃんとゴールに沿った議論を進められているというスタンスになって、おお、いいファシリですねっていうポイントを挙げれたという感じです。では早速 MVP の発表をお願いします。はい、はい、MVP はですね、はい、こちらですね、まさきさんで、おー、ありがとうございます。たくまさんから、ね、フィードバックしていこうと思うんですけれども、すごく良かった点でいうと、ファシリテーターという役割でこういう議論ポイントが4つありますよねみたいなところをしっかり提示してくれて、そこに沿って話を進めてくれていて、みんなが話しやすい雰囲気を作って均等な議論っていうところができている状態を作れたっていうのは、ファシリテーターとしてパフォーマンスを上げれていたなっていうふうに思います。モアの部分がさっきお伝えしたこう全体の語彙形成のところのもう一言とかっていう、そういう部分があるとよりパワーアップしていけるんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。あかりさんもめちゃくちゃ高いパフォーマンスを上げてくれてたなと言って、役割めちゃくちゃ多かったなというふうに思っていて初期うわーってやりながら、それこそその前提の話とかってあかりさんがいなかったら多分出なかったんですよ。これがなかったらブラック企業なんてどの立場なのっていうのがめちゃくちゃ多様なんで、より発散してしまったところが政府という方向付けをしてくれたので、すごくチームに大きく貢献してくれていたなっていうふうに感じました。モアのところでいくと、あかりさん自身のモアっていう風なところではないんですけれども、働いた分に見合った報酬とか払ってもらえてないのがブラック企業だよねみたいなところがあって、最終的な施策が私のイメージだと残業代の未払いとかを減らすとか、そういう方向性になるのが論理的構造なのかなって思ったんですよ。一方で最終着地が残業があること自体をなくすために業務量を調整するに移り変わってたんですね。これはあかりさんの話ではないんですけれども、全体としてこう話していく中でこうそこがちょっとスススっていってしまった部分があったのかなとかは思いましたかね。まさきさんにした理由って何かっていうと、私一番好きだった一言っていうのが、初期で議事録取るの時間かかると思うんでまとめやっておきますねっていう一言が私すごい好きだったんですよ。感動しました。感動しますよね。あ、やったことある。そう、聞かないと分かる。本当にグループディスカッションってよく見られるために役割をしっかり果たそうとか、自分なりの意見を言おうとか、結構そういうところにこう脳みその調子取られがちだと思うんですけれども、そういう時に自分の役割を果たしながらも相手の立場を踏まえた対応で、そのしかも全体がうまくいくようにっていう立ち振る舞いをすごく自然にしてたのが素敵だなと思ったので、 MVP かなというふうに思いました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。どうだったか一人一人聞いてみてもいいですか。たくまさんからお願いします。パシリ担当したんですけど、うまく議論まとめきれてなかったなっていうところが反省点かなと思います。今後は確認作業を入れたり、議論を促していくっていう役割を果たしていけたらなと思います。
お疲れ様でした。まずありがとうございました。20分間でしかも3人っていう少ない人数でかなりちょっと緊張してたり、自分的にはもうちょっとここできたなっていうところが非常にあって、すごく学びになるグループディスカッションだったなと思うと同時に、個人的にブラック企業とかそういう働き方っていうところにすごく興味がある分野だったので、フィードバックも非常にそういった面で参考になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、まさきさんどうでしたか？ありがとうございました。僕もまだ専攻でのグルニスの経験がなくて、かなり緊張してたんですけど、お二人とも、意見をかなり言うので、もう自分は結構調整するのに徹しようと思って、意見も言ってたんですけど、気遣うような発言とかはちょっと意識してやってみました。 MVP すごい嬉しいですありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。ということで、本日は本当にお疲れ様でした。それぞれの立場で意識することとかすごく参考になること多かったと思うので、ぜひ今後の秋冬インターンとか本選考に役立てていただければと思います。就活相談ができる岡本さんのキャリエモンのサービスは概要欄からチェックできますので、ぜひそちらも確認してみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ここで新ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。概要欄からチェックしてみてね。